前は先生です。ランダムにね、カードを22枚切る方法のスクリプトがね、結構難しいんでね、簡単なんだけども、結構こうまとめて最適化するのは難しいんですね。22枚でも32枚でも、この配列の22を変えれば、配列0から20、0から21ですね。結局はね、22ってね、22個のカードを素早くね、効率よく切るというね、0から21、1番ね、配列0から2、21の配列、22個の配列に対して0から21の数字をね、ランダムに切ると。他の数字でもいいんです。何でもいいんですけども、このスクリプトですね。簡単に。まず、初期値、カードに、無限大みたいな数字をね、全部入れとくと。そしてですね、ここはね、ネクストでもってですね、0からカードの21までループさせて、その中で、ウィルね、ウィル使って、ランダムで22ね、の数を、0から21の数を DD0 に入れます。変数ね。で、フラグ0を設けといて、ね、ここに入れたフラグね。で、この配列の中に、この DD0 がもう入れてあるかという、もし入っていたら F0 がプラスになるのね。それで下に行くと。で、F0 がね、0以外だったら、ループするんですけど、0だと抜けます。そしたら、このデータを全部ないんで、配列に入れる。それをね、22回繰り返すと、ランダムに、数字0から、21のね、数字が簡単に収納できる。ランダムにね、そういうふうな、簡単なね、簡単に作るには、こんなようなスクリプトね。これ以上早いのはないんじゃないかな。だいたいこんな感じだと思いますね。C 系統で作るとね。C じゃないけどね。for next と will 使ってね。素早くカードを切ると。ね、ランダムにね、20。何枚でも32枚でも36枚でもいいわけですけどね。配列の方をね、作ると。ね。僕のホームページに貼っときます。そういうことです。どうもありがとうございました。あんまり言わせない。